ハワイ共和国は、かつてハワイに存在したアメリカ合衆国による、傀儡政権。サンフォード・ドールなど、アメリカ移民が、カラカワ王朝に対して、革命を起こして成立させ、ハワイ準州を経て、ハワイ州として、アメリカ合衆国の構成国の一つへと完全に、併合された。ハワイ王国に、アメリカ合衆国からの入植者が増え、砂糖キビ栽培や輸出などによって、 経済的にも力をつけ始めると、より新米的な政治を求める声が特に、経済界から強くなった。1887年に、クーデターが起こり、カラカウアは、修正憲法の成立を承認せざるを得なくなったが、この修正憲法によって、国王の権限は制限され、ハワイ王国は、対米従属を余儀なくされた。ハワイ王国の滅亡はこれに始まる。 1893年1月16日、アメリカ合衆国と関連の深い佐藤キビを扱う、業者らがさらに親米的な政権を打ち立てるため、政権の転覆を計画した。アメリカ海軍艦 USS ボストンは、首謀者、サンフォード・ドールとロリンエー・サーストーンを保護する名目で、ホノルルに到着し、リリウオから二女王は、遊兵状態となった。1月17日、ドールは、 ハワイ臨時政府を打ち立て、王政の廃止を宣言した。この時、大日本帝国は、在留邦人保護の名目で、巡洋艦、何話などを送り、女王の側近とのみ接触していることから、派兵を王国政府側からの要請であったとする説も、ある。翌1894年7月4日、ドールは、 ハワイ共和国の成立を宣言し、同国の最初で最後の大統領となった。1895年1月に、王統派による最後の大規模な武力放棄が起きたが、鎮圧され、1月16日にはリリウオからにも、指定から大量の武器が発見されたという理由で、逮捕され、廃位された。ドールは、ハワイをアメリカ合衆国に併合する条約を作り、 この条約が成立したとき、ハワイ準州の初代知事に任命された。1898年8月12日、時のアメリカ合衆国大統領、ウィリアム・マッキンリーは、ハワイのアメリカ合衆国領への編入を宣言し、同日、イオラニ宮殿に掲げられていたハワイ王国国旗が、降ろされて、正常旗が挙げられた。このとき、古来のハワイ住民らは、 悲しみの声を上げたという。これによりハワイはアメリカ合衆国の遵州として編入され、王国の約100年間の歴史は完全に幕を閉じた。ありがとうございます。